じゃあ今回は、まあ、今後アイテムショップに行くのが確定してるってわけではないんだけど、まあ、このアイテムショップに売ってる時ってさ、スキンとこの背景があったと思うんだけど、これが更新されてていつでもアイテムショップに販売できる状態になってる、まだ販売されてないスキンたちがね、何個かねあったから、それを紹介したい。ちなみに言うと画質はね結構荒いから分かりづらいかもしれないけど、まあ、それはね許してほしい。まあ、一つ目のバックアクセサリーなんだけど、それがこれやね。まあ、隕石とか、まあ、なんかブラックリストに入ったとか噂あったけど、まあ、なんやかんやね、ショップセレクションは更新されてるらしい。まあ、次はスキンなんだけど、これやね。まあ、トラビス・スコットとか、まあ、今日販売されなかったブラック・ミドウとか。あとは、ワールドカップのスキンとか。これもちゃんとショップセレクションが更新されてるらしい。次はね、ピッケルやね、ピッケル。次はエモートやね。もうグライダーとか混ざってんだけど、まあ、これはなんかコラボエモート。あと昨日さ、ウッキウキのさ、アイコンになってたこれとか。まあ、次はグライダーと、あと BGM のやつだね。まあ、グライダーこれ1個ね、無料のやつあるんよな。これは、確か二段階認証ができるようになった時に売られたやつかな、確か。まあ、次はピッケルやね。ピッケルマジで多いよな、実は。やっぱりブラックウィドウのピッケルはあるらしいね。あとトラビス・スコットとか。で、最後がラップやね。こんな感じ。まあ、こんな感じで、実はね、まだ再販されてなくて、まあ、今後再販されないよって噂されてんだけど、実はショップセレクションが変わってるアイテムはたくさんあるっていう。